いなべ天の時間です。もうすぐゴールデンウィーク、今年の予定はお決まりですか？さて、今回のラインナップはこちら。まずは子どもたちに安全に過ごしてもらいたい話題です。3月15日水曜日、いなべ市役所でランドセルカバーなどの贈呈式が行われ、いなべ地区交通安全協会の清水則久会長やいなべ市の小川千也教育長など9人が出席しました。いなべ地区交通安全協会では、新1年生や新入園児に交通ルールを学んでもらい、交通事故防止を願うとともに、保護者の交通安全意識の向上を目的に、毎年交通安全物品を寄贈しています。新1年生に贈られたのは、蛍光色コーティングされたランドセルカバーのほか、交通安全ワークブックや国語ノート、そして今年は新たに登校時の約束を書いたクリアファイルを加えた384セットです。また、新入園児309人には交通安全塗り絵が贈られました。これは、信号が青になったら右を見て左を見て手を挙げて横断歩道を渡りましょうなどの交通ルールを塗り絵を楽しみながら学ぶことができるものです。このほか、この活動に賛同しているデンソー、トヨタ車体、トヨタ合成のトヨタグループからは、全児童2210人へクイズを通して交通ルールを学べる交通安全ドリルとヒールライトが贈られました。小川千也教育長は、日頃の交通安全の活動に感謝するとともに、保護者をはじめ地域全体で子どもたちを見守っていくという意識を持つきっかけにしたいと話していました。4月1日からすべての自転車利用者に対しヘルメット着用の努力義務が課されたことを受け、今後自転車の安全利用についても積極的に呼びかけていきたいといういなべ地区交通安全協会では、子どもたちの悲惨な事故が起こらない地域づくりに今後も貢献していきたいということです。代わって子どもたちが一生懸命頑張った話題を続けてお送りします。3月12日日曜日、いなべ市スポーツ協会主催の2023三重県オープンジュニアレスリング大会が開催され、いなべレスリングアカデミーをはじめ県内外27のクラブの小学生と中学生230人が参加しました。小学1、2年生の28キロ級山野龍樹さんは初戦タックルがうまく入って勝利し、その後も勝ち進んでいきました。また33キロ級の中西雄心さんも積極的に攻め込んで勝利し、準優勝に輝いていました。そして小学3、4年生35キロ級で出場した萩野大輝さんは初戦フォール勝ちし、全国で優勝できるような選手になりたいですと話していました。平山環奈さんの対戦です。攻めの姿勢を見せてフォール勝ちを決め、普段の練習の成果を存分に発揮していました。中学生男子57キロ級の山田健信さんの試合です。初戦山田さんは、少し技が雑になってしまったので次の対戦は丁寧に頑張りたいと話し、この日準優勝を果たしていました。そして68キロ級の山崎海良さんです。初戦から山崎さんは常に積極的に攻め込み、勢いのあるレスリングで勝ち進んで今大会準優勝を収めていました。75キロ級の弓矢翔太さんです。初戦の対戦選手は身長も体重もあり力負けしそうだったので技で勝負したという弓矢さん、片足タックルでフォール勝ちを決め、高校生になっても体幹を鍛えてオリンピック出場を目指したいと話し、今大会優勝に輝いていました。そして中学生女子54キロ級の小塚奈々さんは、全国大会の決勝戦でもよく当たるという一市ジュニアレスリング教室の選手と初戦から戦います。去年7月のアンダー15アジア大会で2位、今年の2月にスウェーデンで開催されたアンダー17の国際大会で優勝している小塚さんは、
恵まれた体力とバランスの良さを生かして勝ち進み、今大会も優勝を果たしていました。いなべレスリングアカデミーの結果はご覧の通りです。3月16日木曜日、藤原小学校で卒業制作除幕式を含む6年生とのお別れの会が開かれました。お別れの会では1年生から順に卒業を控えた6年生に向けて、これまでの感謝の気持ちと次の学年への意気込みを発表。それに対し6年生から在校生にエールが送られました。藤原小学校では2017年の開校に合わせて公募で校歌の歌詞が募集され、元小学校校長の小林智子さんの歌詞が選ばれました。開校以来、模造紙に歌詞を印刷して体育館に貼り出してありましたが、開校時1年生だった6年生が卒業記念として手作りの校歌の木彫りを作ることを決めました。除幕式では児童全員でカウントダウンした後、6年生の代表によって模造紙が外され、真新しい校歌の木彫りがお披露目されました。使われたのは10センチ四方のホオノキの板500枚で、6年生は去年11月頃から図工や総合学習の時間を活用して、6年間の感謝の気持ちを込めながら彫刻刀で1枚ずつ彫ってデザインしました。そして今回の卒業制作のお披露目を祝って全員で校歌を歌いました。6年生は集会などでこの校歌を見てまた元気に歌ってほしいですと話していました。僕たちが頑張って作った卒業制作を大切に。3月19日日曜日、北星市民会館桜ホールで令和4年度放課後子ども教室北星子ども祭りが開催され、北星中学校吹奏楽部のゲスト出演に続いて、和太鼓教室や手品工作遊びなど11の教室の発表がありました。続いて笑顔を大切に踊りたいというラウレアキッズフラの皆さんです。そして弦楽器の音色を楽しもうの演奏です。この子ども祭りはレギュラースクールに参加している子どもたちが1年間の成果を披露して自信につなげ、次へのステップにしてもらおうというものです。元気なボイトレの発表ではボイストレーニングの説明とともに楽しく歌を披露していました。また初級手話教室の皆さんはふるさとの演奏に合わせて手話を披露していました。参加者の一人は、緊張するけどたくさんの人に見てもらえるので嬉しいです、笑顔で発表できるよう頑張りますと話していました。そしてギター教室です。皆さん色とりどりのギターでおしゃれに演奏していました。さらにみんなで楽しくダンスダンスダンスの明るく元気なステージが来場者を楽しませます。続いて弦楽遊び教室の息の合った音色が会場に響きました。ハワイ語で歌って踊ろうの発表では会場に爽やかな風が流れます。屋外では、いなべさんのそばや五平餅などの飲食コーナーが設けられ、にぎわいました。現在、35のレギュラー教室のほか、季節ごとにさまざまなオープンスクールを開いている放課後子ども教室北星の関係者は、体験は宝です。いろんな経験をして、ふるさとでの楽しい思い出をたくさん作ってほしいですと話していました。